キッズナビゲーションをご覧の皆さん、おはようございます。伊藤由香です。今日は開港博に来ています。今からちょうど150年前のことです。日本はそれまで続けてきた鎖国をやめ開国しました。今その舞台となった横浜で Y150 が開催されています。おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。お元気でしたか？彼女は作曲家のみちるさん。ここ開港博で開催されるイベントのテーマ曲を作曲しました。2人で会場を少し散策することにしました。ミスター林、我々の提案をどうお考えですか？ペリー殿、あなた方の要望は分かり申した。しかしながら貿易は考えておりません。なんかいろいろ勉強したけど、子供の時にペリーと教養を持って、こういうの食べてたと、うん、こうやってもてなしてたんだ。そうなんだろうね。まあでも横浜のね、開港は150周年って150年前に開港したってことですね。150年、もっと前のような感じもするよね。それではみちるさんがテーマ曲を作曲したイベントについてお話を聞くことに。ここからイベントの総合プロデューサー菅原さんに参加していただいてお話を伺っていこうと思います。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いいたします。早速ですが、はい、氷山瑠璃の大公開について教えてください、はいはい。実はこういう絵本がございまして、はい、これは高円宮妃殿下がストーリーを書きになりまして、はい、で今カナダに住んでらっしゃる日本人画家の飛鳥わらべ先生という方が絵をお書きになったものなんですけども、はい、実はどういう絵、どういうストーリーかと言いますと、すごく可愛らしいですね。そうなんです。北極で生まれました、はい、氷山瑠璃という男の子が、はいはい、自分の仲間たち、鳥とか、風とか波とか、はいはい、それからクジラとか、どうやら南には、はい、賢者がいらしてて、もう地球の歴史を何でも知ってるらしい、はい、それから、どうやらペンギンという動物が、はい、北極にはいませんからね、ペンギンがいるらしいということを聞いて、夢見て旅するわけですね、はい、それで実は南に向かってなんと2万キロの旅をするんですね、はい。でその間にいろいろ動物や、はい、風に助けられながら、いろいろ苦難を、克服しているんですが、はい、途中はですね、やはり今地球温暖化の象徴のように、氷が溶け始めて、もう自分が、はい、消えてなくなってしまうような苦難も乗り越えて、でそこで地球の命といいますか、尊さといいますか、いろんな現象や動物に助けられて、南の果てに到達する。でそこで、無事賢者たちとも出会い、そして、憧れのペンギンにも出会って、はい、で自分もですね、結局その2万キロを旅したことによって、はい、その賢者の仲間入りをするという、で賢者はどういう象徴かというと、その地球そのものなんですね。でおそらく妃殿下の意図としましては、はい、今地球環境問題がますます地球に住んでいる一人一人の問題となる中で、はいはい、子どもたちに分かりやすく今地球がどういう事態に直面しているのか、はい、そして、人間たちだけじゃなくて全ての命が支えての地球なんだということを、はい、まあ、分かりやすく伝えたいなと思ってこの本が気になったと思います。なんか朗読のイベントもなされているということで、はい、で我々はこれを原作といたしまして、はい、前編をですね、はい、女優さんやミュージシャンの方に、はい、朗読をしております。で7月の、28、29、30、はい、3日間にわたって、はい、毎日お一人ずつするんですが、初日が三田佳子さん、素晴らしいで、はい、で2日目はミュージシャンの坂本美雨さん、はい、で3日目の30日が、紫吹淳さんという形で、非常に個性的なですね、はい、お三方に朗読をしてもらい、はい、それからもう一つは先ほどのお話しさせていただきました地球のですね、
あの例えば氷河の割れる音、きしむ音ですとか、はい、あるいは海の中の生物、クジラやイルカ、そして空を渡る鳥、はい、それとペンギンやオットセイたちの声も実際に現地で収録採取をしまして、はい、それを立体サウンドで会場で鳴り響かせようという。今どうしてもね、あの電子音で済ませてしまいますけど、はい、ね、生の音が、ね、臨場感があって素晴らしいと思います、ね、はい、かなり壮大なお話で、はい、子供たちも地球の一部なんだっていうことがコンセプトで、子供たちの合唱団と、はい、あと、ポーランドから呼んだ、はい、英語で歌っていただくジュリア・マルセルという歌手の方と、はい、あといろんなミュージシャンが参加して、7分にもわたるテーマソングを作りました、はい、それがいろんなところで散りばめられて本編が成り立っています。私もあの朗読と音楽の音楽童話といった形であのライブとかをしているんですけれども、はい、やっぱり言葉と音楽が一緒になることで、はい、すごく相乗効果になりますよね。そうですよね、うん、そう、この今回のイベントもただこう文章を読んで、はい、子どもたちが文章を読むだけじゃなくて言葉で感じて音で感じて目でも感じて体全体で感じてもらいたいなっていう気持ちが私にもあって、そういう風な音楽が作れたらと思いました。 そこに動物の声が入ってきたりして、うん、まあ、その勉強にも子どもたちはなるでしょうし、うん、素晴らしいね、女優さんや、ね、ね、歌手の方がこう読むというのでね、またなんかどん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 こう膨らんでイメージがすごく膨らんでいくんじゃないかなと思います、うん、はい、何かこのイベントを通してみちるさんが伝えていきたい、音楽を通して伝えたいこと。そうですね、まあ、この絵本のテーマにもなっている地球が本当に自分に身近に感じられて、こういう絵本に描かれているような問題が人事ではなくて自分一人に自分にも当てはまる問題だっていう風に感じてほしくて、で一番やっぱり重みを置いたのはテーマソングなんですけれども、はい、そのテーマソングの歌詞で、あの海も風も、うん、海も風も雨も鳥も、はい、獣も、はい、草木も、草木も、人も、はい、みんな、はい、みんなが同じだっていうところがサビに来るんですけれども、はい、そんな風にもう一つ一つが、うん、地球の一部なんだっていう風に感じてほしいなっていうのが伝えたいことです、はい、あの非常に素敵な、家族でもカップルでも、ね、楽しんでいただけるような、はい、あの散歩がてら大桟橋に来ていただいて、はい、ぜひ、皆さんもこの番組を一緒に楽しんでいただきたいなと思いますので、はいはい、私も、はい、足を運びたいと思います、はい、皆さんもぜひいらしてください。よろしくお願いいたします。ところで伊藤さん、はい、実はこの氷山の大公開の一部をですね、はい、ぜひ伊藤さんに読んでいただきたいなと思いまして。光栄です、ありがとうございます。私は好きなパート、はい、あるんですけども、できたらここを読んでいただければと思います。 ありがとうございます、はい、拝見します。すごく綺麗な絵で。イルカのおしゃべりを聞きながらの楽しい旅です。イルカたちは代わりばんこに引っ張ってくれました。スペインの沿岸に来るとお別れの時です。ルリはお礼を言って自分の周りにいるたくさんの魚を食べさせてあげました。ルリが流れに乗ってモロッコ沖に近づくと白黒模様の鳥が飛んできました。君たちはペンギン？ルリは尋ねました。いいえ、私たちはコウノトリ。鳥が答えます。あなたが氷山なの？とっても青くて綺麗。これからもっと暑くなるから気をつけてね。コウノトリの言った通りでした。アフリカ沖を進んでいくうちにルリはどんどん溶けていきます。ルリは泣きました。素敵でした。ありがとうございます。悲しいですね。ルリが溶け始める場面でしたが、切にしいんですよ ね。来週は私が参加させてもらったチャリティーコンサートのレポートをお送りします。ではまた来週。嬉しかったです。日本も捨てたもんじゃないなと思いました。